ダービーマッチ日本のダービーマッチチューブ日本横断シリーズ富士山ダービー富士山ダービーは静岡県静岡市をホームタウンに持つ清水エスパルスと山梨県をホームタウンに持つバンフォーレ甲府が対戦する試合の故障である J リーグに所属する清水エスパルスが本拠地とする静岡県とバンフォーレ甲府が本拠地とする山梨県の間には日本最高峰である富士山があり 聖天寺は、双方のスタジアムからその姿が、はっきりと見えるほか、古くから寸州王冠や藤川水運などが、通っており、交流が盛んだった。また、清水のホームタウン内にある、静岡市清水区と甲府のホームタウン内にある、韮崎市は共に、サッカーの街と知られ、1982年の選手権大会では、清水東高校と韮崎高校が決勝で、対戦している。 さらに、清水と甲府自身も2002年から2005年の間にかけて業務提携を結んでいたことなど、サッカーにおいても交流が盛んであった。2006年に甲府が J1 に昇格し、昇格初めての対戦相手が清水であったことから、記念グッズが発売されている。同年7月に甲府市と静岡市が包括的連携、交流を結んだ際。 清水と甲府の対戦を富士山ダービーとして盛り上げていくことを確認している。甲府は1999年に J リーグに参入した者の,の経営難に陥っており、債務超過解消に向けてようやく再建に動き始めた者の,の予算の関係から選手を確保するのもままならない状態であった。そこで甲府は業務提携先を模索していた結果、以前から選手間のやり取りがあり、 かつ、親会社の鈴あたが、山梨県内に、いくつもの営業拠点を持っている関係から清水との業務提携が行われた。この業務提携により監督や選手の貸し出しは、もちろん、鈴代が経営をしている、エスパルスドリームプラザが、交付の練習儀スポンサーになるなど、清水側から交付に対しての支援が活発に行われている。 同一ディビジョンに所属することになった関係から甲府と清水の業務提携は2006年シーズン前に解消されたが、その後もプレーシーズンマッチの開催や2011年に清水から甲府へ移籍した伊藤テルエツの J1500 試合出場試合でも合同で企画を行うなど現在でも深いつながりがある。ありがとうございます。